はい、皆さんお待たせです、誰やねんのコーナーがやってきました。やっぱね、めちゃめちゃテンション上がってる。誰？まずすごくない？名前言われへん。オマール・エル・カドゥリ。オマール・エル・カドゥリ。出たか。すごいな。トップ下、セカンドトップ、トップ下みたいな感じなのか。でもでかいね、185センチあんねん。年齢1990年ってことも30オーバーか。分からへんな。サイドアタッカーではなさそうな感じか。よく分からへんな。モロッコ人。能力的には普通やねんな。全部が普通やねんな。っていう感じなんですけども、もともとは、あ、ベルギーで、あれね、ベルギーのエースね、アンデルレヒトのエースって書いてんな。で、あ、ブレッシアに移ってきたんや。ブレッシアに移ってきて、ブレッシアのユースから、イタリアのチームに来たと。だからブレッシアに来て、ナポリ、あ、すごい、ナポリに来てるってママすごいね。で、トリノ、ナポリとトリノは行ったり来たりしてんのか、マイクロレンタルに出されてんや。エンポリ、多分どこ行っても活躍できんかったのかな。で、ギリシャに行ったと。で、ギリシャのクラブとの契約が切れて、今無所属と。攻撃的に組めるだろ、トップ下みたいな感じか。知らんな。全く知らんな。セリアでも100試合。まあ大したことねえな。かもなく、かもなくやねんな。で、国籍はモロッコなんでモロッコ代表選んでると。で、モロッコ代表ではワールドカップは出てますか？出て、あ、でもモロッコ代表だったら本番のワールドカップ出てたのかな。出てたらすごくない？ 2022 年のワールドカップ。ああ、全然やな。全然選ばれてないな。2018年は？ああ、選ばれてない。あ、ワールドカップに変なかったんや。はい。なんか、こんだけキャップ数持ってたんで、ワールドカップ行ってるかなと勝手に思ってたんですけども、ワールドカップに縁がなかったと。はい、残念ということで。はい、すごいな。出生地ブリステルって、ベルギー代表も選べたと。ね、ベルギー代表から声かからへんから、母国の、ルーツのあるベルギーのモロッコを選んだと。こういうことなんですね。はい。来シーズンはどこ行くんでしょうか。